さまざまな形で日本人の暮らしを支える海を未来に引き継ぐための活動、海と日本プロジェクト in 福岡。あなたにとって海とは？とインタビューしてみました。天神西通りで聞いてみました。海は夏に行きたいところです。私たちにとって海は心が落ち着く場所です。イエーイ。私たちにとって海は遊びに行きたくなる場所です。ももち福岡タワー前で聞いてみました。僕にとっては海は大きなプール。私たちにとって海とはテストが終わって休める場所です。バイバイ。海とは世界をつなぐ場所です。違います。人の数だけ海への思いがある。今日は海の日。あなたにとって海はどんな存在ですか？海と日本。